今日からなんで、僕今日からなんで、師匠もやったでしょ、もう何やってクランクインの時のインタビューに。明日、明日明日ですか、明日です。僕やってません。明日やりますなんで後から来た人がそんなスケジュール知ってるんですかねいやもう、僕も明日一回ちょっと戻らないと、東京の方に。東京、はい、東京なんか行ったことないよ。よう言いますわ遠いとこやで、ね、東京って行ってるでしょ、もう昔から。一緒、顔名人劇場。今日は僕のインタビューなんで大丈夫ですよ。ご飯食べててください。何のインタビュー。いや、クランクインのクランクインのインタビューなんですけど、師匠のは明日撮りますから。明日、明日、はい、明日改めて。僕は君、今日、今日はちょっともう時間の関係で、師匠今ご飯食べとかないと、はい、後でもうなくなりますよ、ご飯。君そんなに決めてご飯食べる。いや、違いますけど今ちょうど休憩時間なんで、休憩の時間に今ちょっとインタビューをって、僕が今ちょっと時間いただいてる。今日は明日なんですよね。明日って、明日インタビュー。明日、明日、明日何時ぐらいですか。終わった、終わった、明日撮影終わったらこのインタビューありますから、今は僕です。無責任やな。時間もわからんのに、そんなこと言うな。明日、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 ほんま明日あるんですよ。俺、飲み屋に早く帰ってこい言われてる。いや、今日はちょっともう遅くなるかもわかんないですけども、明日はもう、明日このインタビューありますから。明日このインタビューが、今日師匠が明日このインタビューあるんで、はい、今は僕がインタビュー。だから僕は今は邪魔したらあかんわけやん。いや、邪魔じゃないんですけど、ちょっとややこしいなと思って。ややこしい。だけど向こう行けっていうこと。いや、違います。そうじゃないんですけど。吉本先輩も怖いもないな。違います。違う。改めて清志郎のは明日ありますから。いただきます。ね、そうですよね。はい、ちゃんと言うてくれんと。全然。明日ですよね。ちゃんと言うて。第三者に振ったらあかん。二人でネタ作らない。ネタちゃうから。インタビュー。これちょっと15分ぐらいできたんちゃう。これも無理やり舞台に。